さあそして今日オープニングの話題があるんですが、うん、このオープニングの話題でもですね、子どもたちのユニークなアイデアが表彰されたという話題なんです、はい、ご覧ください、うん、皆さん市村アイデア賞ってご存知でしょうか。市村アイデア賞、この賞はですね、うん、このように小中学生の夏休みの自由研究を対象に、うん、独創的な優れたアイデアを表彰するというものなんです、まあ、今年は1万人を超える小中学生からの応募があったんですが、うん、その中で長崎県でも1人、諫早市の中学生高橋仁成くんが奨励賞を受賞したんです。すごい、すごい、11月に東京で表彰されたんですということで中学校を訪ねてきました。諫早市にある西諫早中学校です。2年生の高橋仁成くんと担任の西平先生、高橋くんが奨励賞を受賞したのはパカッとケーキ皿、一体どんなアイデアなんでしょうか。誕生日にケーキを買った時、当分に切れなかったり自分の皿まで持っていくとき倒れたりしてしまったので、ケーキを置いたときこの線通りに切れば当分に切れるし、パカッと割って自分の皿まで倒れずに持っていけるのがあればいいなって思って作りました。このパカッとケーキ皿、まず紙皿に切り込みとすぐ切れるミシン目を入れておきます。その上にケーキを置き、紙皿のミシン目に沿ってケーキを切ります。移動するときは下の紙皿ごと皿に移すというものです。なるほど、よく考えたね。はい、ありがとうございます。自信あった？どうだった？あんまりなかった。全国からいろんなアイデアが来るからあんまり選ばれないとは思ってました、うん、どうでしたか？嬉しかったです。選ばれると思ってなかったので。楽しい絵を描いたりとか、こうみんなをこう驚かせたりっていうところがすごく好きな生徒ですので、こういうアイデアが出てきたっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いました。なるほど、結構じゃあムードメーカーじゃないですか。そうですね、ムードメーカーですね、うん、まだ考えてないですけど、もしできたらまた応募したいなと思います。初めての応募で奨励賞受賞の高橋くん、今後のアイデアにも期待です。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。いや、なんかありそうで なかったアイデアですよね。いかがですか、広介さん。あのアイデアの裏には、おかやろ、お父さんとかおかやろ、私にとやろっていう、こう会話というか、もう喧嘩がなるほど、勃発したようなイメージが、その問題を解決するためにこういうアイデアが生まれたのかも。ね、ケーキを崩さずにお皿に移動できるっていうのが落としてかね、そう、ね、もうあるあるですもんね。あるあるさあ、ちなみに市村アイデア賞は応募3万人の中でも上位17人だけが東京の授賞式に招待されたんですが、すごい、まあ、高橋くんもその一人なんです、うん、これが授賞式の様子なんですが、なんとサイエンスプロデューサーのデンジロー先生に表彰されたそうですよ。嬉しかったでしょうね。はい、若い今後のエジソンになってほしいですね。本当だ、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。